ね、いろんな経緯があるんですけど、はい、まあこうみんなで話し合いの場を設けて、はい、うん、でとある方がね、うん、こう、はい、そうですね、うん、間違いないと思います。愛前見前の愛、初めて聞いた時、うん、なんかあいいなってもう、うん、もうファーストなんとかで、やっぱコンサートはやっぱりやっていきたいよね。そうだね、やっぱりこう僕たちらしいものといいますか、詰め込んで、うん、やっぱりこうファンの皆さん、うん、とも距離感をやっぱりもっと縮めたいし、会いたいね、うん、やっぱりこのナンバーアイとして、うん、こう一歩ずつ思い出を刻んでいきたいかなっていうのはすごく思うかな、うんうん、だからそこはなんかもっと突き詰めたものをやっていって、うん、もっとこう振り切ったものをやっていって、うん、その中で自分たちらしさを見つけて、うん、その中でなんかねこうファンの人たちと、うん、なんかこうすごいやっぱ誇れるものを作り、これ私たちの好きな、僕たちの好きなナンバーアイだよっていうことを胸張って本当に言えるような、そうですね、うん、グループになりたいなっていうのはあるよね。探り探りだけれども、うん、なんかこういい意味でも悪い意味でも、うん、なんか失敗した姿も見せていいと思うんだよね、うん、そうなるほどね、うん、なんかやっぱりこうファンの皆さん見てもらいたいなっていうのもすごい。じゃあさっき岸くんの由来のナンバーに乗せてお届けしたいなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、もちろんさっき言った音楽、うん、私からその癖あるよ、あるよ、なんかこうその仕事をこう、うん、いい意味で利用して、うん、ただただで美味しいものを食べようとするわけですよね。いやそれはだって利用できるものはしていかないとさダメでしょ。泥臭いね。思いを込めて、うん、結構一個一個細かくやると思うんですよ、うん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 、もうここのハイハットがいらない、ここのキックが欲しいとか、うん、だからそういうところもなんかこうどういう意味があってやるのかとか、うんうんうん、インスタグラムそうだったからね、そうだね、やり方教えてもらえながら、でもすごいいいよ、やっぱお客さんじゃないファンの方とやっぱ距離感がすごい近くなってるから、うん、